ヒゲのかっちゃんこと川光勝弘さんは1944年宮古島市の生まれ。10代を音楽の町コザで育ち、高校卒業後にはバンドを結成。ウィスパーズのドラマーとして音楽活動を始めました。ロックンロールはね、スポーツよ言ったんですよ、うん、そしたらメンバーが、はぁ、ロックは音楽じゃないの。いや、ロックはスポーツ。それから始まったんですよ、コンディショングリーのパフォーマンスは。1970年代にはロックバンドコンディショングリーンのリーダーとして、過激なパフォーマンスや独創的な演奏で一世を風靡し、ロック分野で初めてとなる県の文化功労賞を受賞しました。2014年に発売したソロアルバムでは、柔らかい癒しの歌声で新たな一面も披露しました。沖縄のロック界に社会現象を巻き起こしたエンターテイナーの訃報に、関係者からは悲しみの声が多く上がっています。戦友をなくしたっていうか、名誉をなくしたっていうか、もうやっぱりショックですね。僕らにとっては、まあ、彼はもうレジェンドで、彼以上の人間は現れないでしょうね。2013年に映画で共演して以来、10年の親交があった映画館シアタードーナツの代表、宮島真一さんは、僕にとってかっちゃんっていうのは、まあ、とにかく人を喜ばせるために生きてきた、生まれてきた人なのかなっていう、本当にエンターテイナー、いろんな人の人生に彼のいろんな言葉や音楽が残ってこれからも行くでしょうし、また新たに知る方も このタイミングでね、いるのかなと思うと、かっちゃんはずっと生き続けていくだろうなと。寂しいけどね、でも生きてると思います、うん。関係者によりますと、川光さんは数年前から糖尿病を患い、去年の秋頃から自宅療養していましたが、昨日午後8時半過ぎ、糖尿病による腎臓の疾患のため自宅で亡くなりました。78歳でした。